はい、また島松やってるんですけども、見てください、この重要万能ガマの獲得方法についてのお知らせ。獲得方法いくつかご紹介させていただきます。クリスタルで代替する、7クリスタル使うんだっけ、ゲルゲに拾ってきてもらう。嫌味カートに拾ってきてもらう。スロットで獲得する、ミステリーボックスから獲得する。自分ができないのはまだ、できないのはまだ嫌味かと思ってないんでね。あと2でもらえるかとあるんですけど、やっぱりね、せめてお金で買いたいですね。なぜならね、例えばゲルゲに関してなんですけど、ゲルゲは、生まれさせるためにはリンゴが必要なんですよ。で、そのリンゴを手に入れるためには木を植えなくちゃいけない。で、木を植えてある程度収穫すると枝になるんですよ。で、その枝を刈り取るために鎌が必要なんですよ。で、枝を撤去しない限りは新しいものを置けないんですよ。まあ、つまり鎌がなければ何にもできないんですよ。結局ね、その植えるためのリンゴを植えるための場所も作れないし、そもそもね、ゲルゲを使うことができないっていうね。まあ普通に出してほしいというというお知らせでした。今日メンテナンスあるんだね。あ、ただいま収録時間、2時の、まあ、30分近くなんですけど、あと30分後、メンテでした。ギリギリセーフでした。サーバーのメンテナンスですね。見てください、これ。あの、私服シリーズ新登場。見て、この、みんなカラマツボーイズ。まあ、この中で、カラマツボーイズ、認定されてるのは、市松兄さんだけだけどね。ふん、俺に会いに来たお前へのプレゼントだ。遠慮せずに受け取るといい。はい。というわけで、新しい弁当の結果こうです。43,101、ほとんどできませんでした。どうしても、ね、他のが有名ありすぎて、新品のカラマツ何残す、同時進行できませんでしたようです。全然もうあと仕事がどうしても忙しくて、そして裏でちょっとねゲルゲを置いてみました。鎌が欲しいってことがあって、この重要っていうねお知らせが来る前に起きました。違いました。ない、寝る前に動きたくなること。さあ、この子は何、このゲージは何、あーコンボ。あー残念、またゲージを、ゲージ立てもタッチしてもネジの音しか出ないの。ない、寝る前に動きたくなること。例えばこういうリンゴをね収穫すると、ほら寝よ、枝なりましたね。この枝のために鎌が必要で、鎌を使わない限り撤去できないし、
リンゴを置くことができなくなるっていうね。矛盾してますねこれ。ない？寝る前に動きたくなること。とりあえず置くか。寝よ。というわけで、イベント見ましょうか。こんにちは。そろそろ寝ない。これか。今回はチケットでチケットはいくらもらえる。イベントまだ見てないんだよな。イベントキャラ引き換え。何枚だ。あ、1枚。あ、1枚。これ全員もらえてること前提だな。多分もらえてないな。26個だから多分もらえないよな。ストーリーは見たかな？これは見たから、こっちか。それストーリーだけは見ましょう。もう何？ちょっと待って！ブラザー？はあ、もうどうしたらいいんだよ。あれ？いや、あらまあ。なんで？なんだそれ！ふん、俺の出番かな？いや、いいから。テッド情報。あ？マジか。いや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 。で？うん。たくやん。ふん、残念だ。おい、はあ、強引だな。絶対無理じゃん。うん。はあ、死ぬボケ。カラマツ兄さんの上層。ったくよー、なんだお前。おい、え、うん、は、おお、だはあ、あ、何、どうした。いや、しょうがねえな。ちょっと待って。ん？おい、どういう意味？ああ、おい、いや、うん、大体わかったぜ。ああ、そういう系か。だね。何？パチンコかい。お前何やってんの？いや、どうしよう。いいじゃん別に。いや聞きいかん。はあ、困ったな。ああ、ちょっと真面目な話があるんだけど。どういう設定なんだろうね。あれ、これが第5話。何？うん、いい。
もうどうしたらいいんだ。やれやれ。で、そうそう。なるほど。いいね。はい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 。いいっすか、いいっすか。いや、やっぱ分かってねえなお前。やれやれ。はあ、こういうところ本当嫌い。いいか。アングリア！あ、トトコさん。ガキアンドランドル！いや、ちょ、セイ！あー、バブ！何この投げやり。トトコちゃんの投げやり。投げやりエンドだけど。じゃあ解放できんのかなこれって。もう頼むから寝かせて。例えば。ない？寝る前に動きたくなること。杯がない。高崎ない。イベントのチケットがない。例えば、あげるしょ？ありがとう、くだい、さよならホームラン。やっぱ違和感あるな。さよならホームラン。寝よ。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい。ない、寝る前に動きたくなること。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよなら。寝よ。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよならホームラン。ない、寝る前に動きたくなること。で、2周目でようやく出るんだっけ。あれあれ2周目じゃないの。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい。ない、寝る前に動きたくなること。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよならホームラン。寝よ。2でしょ。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよならホームラン。ない、寝る前に動きたくない。2周目、3周目か。3周目なの。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよならホームラン。ない、寝る前に動きたくなること。はあ、3周目なのか。ま、ほぼ2週か。寝よ。待って、これって4でしょ？ 1,2,3 だから8個必要なのか。いいの？やったらっけー。しまった、起きちゃった。じゃ、おやすみ。いいの？2でしょ？しゃ、新品には刺激が強すぎるだろう。じゃ、おやすみ。いいの？やった、しゃほーい。じゃ、おやすみ。で、4でしょ？今ので4でしょ？やっぱ8か。いいの？しゃほーい。いいの？や、しゃほーい。じゃ、おやすみ。いいの？しゃほーい。まあ、やっぱ8だ。8か。しゃほーい。じゃあ少なくとも、じゃあおやすみ。少なくとも小学生が64枚必要なのか。新品のカラマツないな。あと1周しかないもんな。誰にしようかな。どうも、市松です。余計なお世話。こんにちは。よし、この3人だ。
余計な、どうも市松です。余計な、余計、こんちゃ、余計、余計なお世話。サンダの服装に、まあ、サンダの服装にセーターが着てるんだよね。はー、余計なお世話、どうも市松です。余計なお世話、もう一個、こんちゃ、もう二個だ。余計なお世話、どうも市松です。余計なお世話。よし、これでもらえる情、もらえるのは全部もらったな。あとはもう、明日早いからやめて。ちょっと家で隠れちゃった。我が計画は完璧だ。ちょっと待って、どこ、明日早いって言って、家で隠れちゃって見えない。我が計画は完璧だ。これでも杯はないね。じゃあ機械を、145、ひよこ松ですね。あ、そっか、受け取ってね。ではもらったものと合わせて4つか。これ全部引き取って、メントスソーリーじゃなくて、22はファイナル試合ですね。セリフが、いいか、いいぞみたいな。まあ解放するキャラ大丈夫だ。これがいいんだろうね。欲しい。14話、一期14話の、風邪ひいただ市松様だ。無敵の無鉄砲、無鉄砲だ。無鉄砲なのか。かいくれる。誰。7話ですね。7話の4個。さあ、あと誰がいいかな。前回解放しなかったキャラでいいかな。前回は一周と二人だから、前回若葉松を解放したから、どっちがいいかな。よし、絡ませんじゃんだ。潰し合いだな。潰し合い。潰し合い。どうやったっけな。パッと出てこない。あ、麻雀だ。21は麻雀。これでチケットは全部使った。
全ストーリー解放しかないかな。うん。これもね、見せたかったんですけどね。見せたかったんですけど、さすがに見せれないんでね。さあ、そうだ、新しいのが、メンテが始まる前に新しいのを解放しとこう。カフェでバイト取っていいですね。トッティ、俺たこ焼き。バカなの。コーヒーフラベチーノにエスプレッソをワンショット追加で。早くお帰りください。はい。ブレないな、おそわつ兄さん。ねえよ、ねえよ。実際はね、牛丼はあるって、ジューシーマスに言われて、タイの開始だけどね。何で作れるの？安心のホットミルク。安心してます。なんだ？なんだ？なんか音流れたぞ。今サックス流れたぞ。アルトサックス流れたぞ。うわ、うまく聞き取れなかったな。じゃあ、おやすみ。じゃあ行こう。大根もいいとこ。今後また必要になってくるアイテム。新品のカラマツ。人参かな。こんにちは。どうしても人参いるんだよな。よし、この人参は収穫。新品には刺激が強すぎるだろう。余ったところにかぼちゃ。あのセリフないのかな。眠い、めんどくさいはないのか。さすがにまだ。35でね、これも解放するからな。お好み焼き確か解放したから、うん、入れとこう。ドリンク、もう頼むから寝かせて。いちごがないな。いちご収穫だ。あ、これ色変わりそう。大丈夫だった、大丈夫だった。ウィケールね。よし、これは高いよ。そろそろ場所もここもいろいろ多少はね、気にしないと。やっぱりごちゃっとしてる。卵はいいや。とりあえず、メンテナンスが入っても多分新しいイベントはまだ来ないと思うので、メンテが始まる前に止めないといけないな。データバグられたら困るし。というわけで、今回イベント、名前が、極道の松たちイベント、ストーリーは全部解放しました。キャラのストーリーは、4人だけ全編ね、
まあダイヤがもらえるので、とりあえず見るだけは見ときます。というわけで今回はここまで。